今からここから宮ラジ5周年おめでとうございます。わーい、おめでとうございます。こんばんは、みつこです。お忙しいこの時間にご一緒させていただき嬉しいです。いつもありがとうございます。この番組は私ががんを経験して出会った食や健康のスペシャリストの方々をお招きして、私がいただいたたくさんの情報や勇気を大切なあなたにもお届けしたい、そんな思いで放送しています。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。宮ラジからナビゲーターは斉藤あさみです。さあ、みつこさん、今日は3月8日、宮の日ということで、宮ラジ5周年。はい。はい。ありがとうございます。私、今、ありがとうございますって言うのか、おめでとうございますの立場なのか迷っちゃったんだけど、はい。ということでね、はい。5周年スペシャルということで、今日素敵なゲストの方々と、ズームでつながってます。なんかこの番組でズーム使うの初めてなんかこう顔を見ながらお話できるっていうのがすごく嬉しいんですけど、今日のゲストの方々はどんな方々かと言いますと、この番組を毎週字幕放送しているんですが、それをこうサポートしてくださっている M プロジェクトの皆さんです。はい、今からここからの誇る素晴らしいプロジェクトですよ、これは。はい。ね。今日はリアルタイム字幕を配信しながら番組にも出演していただくというものすごいスペシャリストのお三人をお招きしての1時間ということで、早速ですがご紹介させていただきます。まずお一人目、もうねお久しぶりです、準レギュラーでございますMASCの徳江さやかさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そして手話と字幕でエンターテイメントをお届けします。サイレントミュージック MG から高橋舞香さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、そしてもう一方、情報保障ユニットシナモンのメンバーでいらっしゃいます。鎌倉博さんです。よろしくお願いします。鎌倉です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、今日はこの5人で、賑やかにお届けしていく1時間となりますので、ズーム越しではありますが、一緒にタイトルコールをよろしくお願いいたします。心、体、健康、きれい情報番組、今から、ここから、スタートです。がんサバイバーで結成、ラブフルートユニットキャンサーズからのお知らせです。インディアンフルートとも呼ばれる、この手軽に始められる笛、一緒に楽しむ仲間をいつでも募集しております。未経験者大歓迎。詳しくはカタカナでキャンサーズラブフルートで検索してください。キャンサーズはラジオ番組今からここからを応援しています。この時間は今からここからお届けしています。Eight Knot Lounge、そして番組応援団の皆様のご提供です。本日も NPO 法人メディアアクセスサポートセンター様のご協力により、ビルラジオ、M プロジェクト、リアルタイム字幕を配信しています。今からここからは聞こえの悪い方ともご一緒にお楽しみいただけるラジオです。字幕配信をご覧になりたい方は、番組ホームページのトップページからご覧ください。すべてのエンターテインメントに情報保障を、みんなで作る字幕 M プロジェクトに参加してみたい方は UD トークアプリをダウンロードしてお気軽にご参加ください。詳細は番組のホームページ、カタカナで8ノットラウンジで検索お願いします。さあ、そして本日もメッセージをお待ちしています。メッセージの送り先はメールまたはファックスでみやらじ宛てにお願いいたします。 E メールアドレスは数字で773@miyaraji.com、ファックス番号は028-666-7878です。またプラプラアプリでお聞きの方はメッセージボタンを押していただきますと簡単にメール送信できます。たくさんのメッセージをお待ちしています。さあ、それでは改めて本日のゲストの方々をご紹介したいと思います。まずはMASCの徳江さやかさん、よろしくお願いします。こんばんは、徳江さやかです。MASCの説明に聞きましょうか。はい、アルファベットで MASC マスクって呼んでますけど、本当はメディアアクセスサポートセンターと言います。うんうん、で、これは主に映画のバリアフリーのための団体で、耳の聞こえない方、聞こえにくい方に映画の字幕を提供したり、あるいは目が見えない方もね、一緒に映画を楽しめるように、映画の音声解説を、作ったりと、ね、またそういうものが世の中にあるんだよっていうことをね、映画を作ってる方とか、あるいは障害の当事者の方とか、ご家族の方とか、いろんな人に知ってもらうようなための活動をしています。はい。はい、で、はい。で、以上です。あとね、後ほどゆっくりとこの武井さんの活動についてもお伺いしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてもうお一方ゲストの方、サイレントミュージック MG から高橋舞香さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すいません、今もしかして字幕放送やりながらっていう感じですか？はい、作業をしながら、ありがとうございます。本当滑舌よく喋りたいと思います。頑張ります。後ほどまたゆっくりお話を伺いさせてください。さあ、そしてもうお一方、情報保障ユニットシナモンのメンバー、鎌倉博さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ね、以上の3名の方々で、はい、はい、もう全国各地から、M プロジェクトメンバー集まってますからね。ですね。うん、今日ここの、はい、集っているメンバーは、たまたま関東圏だけですが、そうですね。ね、四国、北海道。外国の方もいらっしゃいましたしね、外国にお住まいになっている方もいらっしゃいましたし、はい、もちろん栃木県内、宇都宮市内っていう方もいらっしゃいますし、はい、本当に全国各地からご参加いただいている M プロジェクト、ありがたいですね。毎週毎週、この私たちの生放送をリアルタイムで字幕にして配信してくださっている。だから本当にお耳の不自由な方でも、はい、一緒に笑ったり、泣いたり、楽しく、番組聞いていただける、見ていただけるっていうのかな、はい、っていうのがすごくありがたいなと思いますね。本当ですね。こういう取り組み、はい、ラジオってまず聞くメディアじゃないですか。これに毎週毎週、はい、字幕をつけている番組っていうのは、まずどうですか、徳江さん。あんまり聞かない。そうなんですよね。まあ、もちろんね、ここでみやらじでこの番組がやってるってことも、日本全国にはまだ知れ渡ってないと思うので、同じぐらいの規模でやってるところは、探したらあるのかもしれないですけど、ぜひ出会いたいですよね。出会いたいね。やってる人たちがいたらね。この輪をね、広げていきたいじゃないですか。そうですよね。よくね、最近ラジオがその心に寄り添うメディアですとかね、イヤホンで聞かずに家族みんなでスピーカーで聞きましょうなんて、そういうBluetooth ユニットをプレゼントしている曲があったりとか、そういうなんか家族でねラジオを聞きましょう、一緒に大切な人とラジオを聞きましょうって言っている中で、じゃあ聞こえの悪い方、聞こえがねあまり聞きにくい方っていうのは、じゃあ一緒に同時に同じツボで笑ったり、ああこういうことを今喋ってるって受け取ることができるんだろうかっていうことをいつも思いますね、毎週ね。徳江さん、じゃあその M プロジェクト誕生秘話のお話してみましょうか。そうなんですよね。ただ、はい、まあ、M プロジェクト誕生秘話は私に話してねって言われたんですけど、考えてみたら、私、みつこさんからナンパされたことから物事が始まってると思うんですよね。はい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 。うん。ね。うん。だから、そもそもみつこさんに何かの欲求があって私をナンパしたわけですよね。そうですよ。そこを教えてください。ああ、そうですね。徳江さんと一番最初出会ったのは、その、聞こえに関する、その何ですか、あれは討論会みたいなものね、みんなで集まってそういったことを話し合いましょうみたいな会の時に同時に字幕を出すっていう技術が今あるっていうことに私は初めて気がついて、こうみんな普通に発信している、それに同時に字幕がついていくっていう。でちょっとその誤変換があった部分に関しては直しながら正しい字幕を配信していくってことが今できるんだっていうことを初めてその徳江さんと出会って知ったわけですよね。うん、でそのことに感激して、今こういったことができる技術が確立しているっていうことと、みんながスマホとかでそれができるわけだから、できるんだって知ることでそのコミュニケーションがどんどん広がるなって思ったんですよね。うんでラジオに字幕をつけようかってなったのは、まずでも徳江さんの今できる、自分にできることを示していかないと未来が変わらないっていう一言だったと思うんですよ。そんなすごいこと言ったんですね。言った。まあもともと耳の会はみつこさんいらっしゃらなかったと思うんですね。そう風の噂に聞きつけてて、すごいそこでもうキャッチしてる方がいらっしゃっていうのが私はすごいなって思ったんですよね。うん、だってそんな風の噂で聞いても、へえ最近そんななんですかで終わる人がほとんどだと思うんですよ。でもそれを面白いって思って、で次のイベントでね、実際私が字幕を出してたイベントの時に、乗り込んでった。前会いたかったんですとか言って突然飛んできたんですよ、美女が私のところに。で、話があって、で、その活動についてラジオで話してくださいっていうふうに声をかけてもらって、で、じゃあ、せっかく一緒に出るんだったら番組につけてみようっていうのが始まりだったんですよね。で、そもそもの耳の会の時も手伝ってくれていた、今ここにも参加してる高橋さん、舞香さん。で、彼女にもじゃあ声をかけて、一人じゃちょっと、ラジオ番組ね、私が出ちゃったらそれこそ今みたいな状況ですからね、修正してくれる仲間がいないとできないので、で、まあちょっとできそうな人で、そういうのにも参加してくれそうな人に声をかけたというのが、遠隔遠巻きなネットワークですね。で、それと同時に宇都宮の人たちにもやってほしいって思ったから、ね、勉強会したりとかね、しようって話もしていて、ただまあね、コロナがあったりとかいろいろあって、なかなかね、その宇都宮で広げるのはまだまだですけど、もうこの番組にはついてるっていうところだけでもね、当たり前にしてって、そこからですね、次のステップはね。なるほどね。いや必要だなと思ったんですよ。自分が必要になるだろうなって、こういった字幕があることとか音声ガイドが当たり前にあることが自分の未来に必要だなと思ったんですよね。だからこれがね、全てのエンターテインメントに情報保障をってスローガンに掲げてるじゃないですか。これの意識がその当たり前になることが重要だと思ったんですよね。そのどんな時も、笑いの時も安らぎの時も緊急事態の時も、常に見えない人や聞こえない人が自分の周りにいるっていう意識があるっていうことが大事だって私は思ったんですよね。自分事として。そうですよね。まあ今のスローガンはね、高橋さんとかのスローガンなんで、どうぞどうぞ。そうですね。今まさに私たちが話しているこの番組って字幕配信されてますか？されてるんですよね。されてますね。これせっかくだから皆さんにご覧いただきながら聞いてほしいなと思うんですけど、みつこさんちょっとその辺の説明お願いしてもいいでしょうか。はい、この番組を提供している8ノットラウンジのホームページ、そちらのトップページから字幕はご覧いただけますので、検索でカタカナで8ノットラウンジでお願いします。はい。はい、そうすると何のアプリもいらなくて、そこの画面から見れます。はい、はい、ご覧いただくことができるということなので、どんな感じでね配信しているのかっていうのをぜひ、ご覧いただいて、で今後自分もこう参加したいなという方、どんどんとこう増えてってくれたら嬉しいなと思いますね。はい、徳江さん、M プロジェクトで、はい、ご活動されている以外のことも含めて取り組んでること。あとこう今まで取り組んできたことなんていうのもちょっと教えてもらえたらと思うんですけど、いかがですか？はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、今ちょっと8ノットラウンジのサイトに行ったんですけど、アドレスが見当たらない。黄色いUD トーク、これか、バナーをそのままタップするといけるのか。はい、あ、OK ですね、つけられました。はい、ありがとうございます。トップページに UD トークアプリのバナーがあるんですね。ボタンになってますので、そこをタップしていただければ字幕のとこ行けます。はい、お願いします。はい、見れました。で、そうですね。私たちの活動自体は何から説明していいかよくわからないんですけど、なのでじゃあ今一番最近皆さんに体験してもらえることとしてね、今この字幕を見てもらうこともそうですし、あとは、映画館でね、字幕や音声ガイドを体験する方法ですね。身近な人が、目が見えないっていう方がお近くにいらしたりしなくてもね、自分の携帯スマホのアプリの中に、ハロームービーというね、無料のアプリがあるので入れていただくと、今映画館で上映している作品に、どんな音声ガイドがついてるかっていうリストを見ることができます。で、はい。で、今例えばね、話題になっているのは、余命10年っていう、SNS 上でね、若い人たちの間で比較的、知られている、実際に余命10年の方が書いた小説があって、で、その、映画化されたものが、つい先日ですね、先週の金曜日から公開されているので、皆さんのお近くの映画館でも公開されていると思うんですね。これにも音声ガイドついているので、イヤホン持って、自分の携帯持って、で、ダウンロードしたデータを持っていくと、聞けるようになっておりますので、ちょっとその辺調べて、ぜひダウンロードしてみてくださいというのが、ご案内ですかね。体験してみてもらうのが一番かなと思います。リスト見てもらうとわかるんですけど、昔ね、こういうバリアフリー作品っていうと、なんか福祉的なものとか、教育的なものとか、そういうものかなって思うかもしれないんですけど、もうこれ見るとホラーだったり、アニメだったり、コメディだったり、どんな作品も、リストアップされてるので、ぜひ、楽しみの中に映画も加えていただきたいなというのが、一つ。それから、映画館でメガネ型の端末で字幕がね、見れるものを隠し出しているところもあるので、ぜひ、先ほど申し上げたアルファベットの MASC、MASCですね。それで私たちのホームページに来て、活動をちょっと覗きに来てもらえればと思います。今回はね、私たちの活動っていうよりも、私ね、実は一緒に修正してくださってる、今ここにいるお二人もですし、あと、ここに来てない、一人必死で修正かけてくれる徳島の方ですね。3人がこっち来ちゃってるのでこのメンバーたちのことはね、本当知らなくて、まだね、高橋さんはいいんですけど、鎌倉さん今回ズームで初めてなんですよ、お会いするの。お顔知らなかったんです。私も知らなかったの、初めましてです。なんでもそちらの人たちぜひその方々の話聞きたいので、私の番組は遡ってもらえればいいと思うので、ぜひアーカイブ皆さん探してくださいみたいな、こんなんでいいですか？ありがとうございます。でも徳江さん、ちょっと教えてほしいことがあって、この M プロジェクトから派生して、こういったね、字幕を同時に出そうっていう仲間がここにできたことによって、東京都知事のコロナのに関する会見とかに字幕を出せるようになったとか、そういったそのMプロジェクトから生まれていった何かっていうのがあるじゃないですか。それちょっと教えてもらえませんか？そうですね。ごめんなさいね。実は私たちの団体にとってこの UD トーク修正って、メインの仕事じゃないものですから、ついメインの話をするタイプで、サブのこの仕事のこのボリュームの大きさとね、社会的貢献度の高さみたいなのは確かにその通りなんです。ありがとうございます。水を向けていただきまして。はい。東京都が、コロナが始まった頃、あるいは地震の時とかね、何か災害が起きたり、新しいことがあると、緊急的にニュースを流したりするんですけど、それはまあ東京都に限らずですね、どこも流すんですけど、その時に例えば手話がついていないとか、字幕が出てないとかっていうのは、もう本当に人の命に関わる問題ですよね。で、このユーリートークを使えば、耳が聞こえる聞こえないという方以外でもですね、自動的に翻訳をすれば、どんな言語の方たちでも、情報を、取ることができるっていうのがあるので、これは私たちが安全な場所にいる私たちができるサポートの一つの形かなということで、例えば災害が起きた時ね、誰か起きてるみたいな感じで呼びかけて一緒に修正する。で、その軸にMプロジェクトのこのメッセンジャーですのグループですよね。があったおかげで、ここで呼びかけて、できるよって言ってみんなが手を挙げるっていう、そういう場としてね、あったっていうことが一つすごく重要だったなと思います。で、今までも構想はあったんですけれど、なんていうのかな、みんながつながってる、関心がある、ボランタリー精神のある人たちがこうつながってる場みたいなものが、なかなかこう作れなかったんですよね。で、ラジオで毎週なんとなくこうボランティアが手を挙げて、参加できるよとか呼びかけたりっていう、こういう空間があったから、今度こういうのあるけどやってもらえるっていうふうにこう声をかける窓口として、このなんだろうな、この M プロジェクトのグループがあったっていう、ここはねすごく大きかったと思います。で、これ東京都の方でも、コロナが始まった頃の半年以上っていうのはボランティアで動かしてたんですよね。で、大体こういうものをボランティアで動かすっていうのは、特に聴覚障害者の手話や字幕に関しては、ないと思います。社会保障の関係からずっと戦って勝ち取ってきたっていう歴史があるので、きちんと自分たちの権利としてお金を国につけてくださいっていうのもすごく大事な戦いだったんですよね。だからこういうものを無料で提供する人のボランティア頼みにしないで、きちんとお金をつけるっていうのも大事なことだったんですよ。でもそこだけだと、今度こう柔軟に何かパッと気がついて動くっていうのが動きにくかったりっていうのもあって、2つの流れがあって、みんながボランティアすればいいじゃんっていうのともまたちょっと違っているっていうのは、ここは押さえとかなきゃいけないんですよね。だからこの宮ラジも、ここはねみんなで仲良しでやってるからいいんだけれども、例えば宇都宮の行政が何かするっていう時に、それを全てボランティアに流そうかっていうわけにはいかないと思うので、その辺はね、切り分けて考えなきゃいけないんですけど、で東京都の時もボランティアの人たちが半年間ずっと動いた実績があったから、東京都もこれは本当に有効だっていうふうに思えたし、予算もつけることができたし、新しいものを導入するって行政も大変だと思うんですね。前例がないこと、新しいことを取り入れるってすごく難しいんだけれども、それを一つの実績として出していけたっていうのは、すごく良かったなっていうふうに思っていますね。なるほどね。形としてね。で、東京都がやっているから、他の行政も東京都に連絡をして視察したりとか、訪ねなくても見れますよね。YouTube でやってますからね。本当に北から南まで、北海道から九州の方まで、行政の人、関心がある人はそれを見て問い合わせをしてくれたり、でその時に私たちに頼むこともできるし、地元の活動してる人たちに依頼することもできるしっていう、そんな流れができてきたのは、本当 M プロジェクトのおかげだったなっていうふうに思いますね。そうですね。そしてね、そうやって実際にお会いしたことがない一緒にこうやってね活動ね、顔を合わせて活動してきているわけではないメンバーが何年も毎週1回ここで一緒に活動してるじゃないですか。この継続の力っていうのが一体何だろうかって私は思ってるんですよ。メンバーの方々がどういう思いでここに毎週集っていらっしゃるのか、どうして続けていらっしゃるのかっていうのを私は知りたいんですよね。知りたい。ありがとうございます。ここで一曲曲を挟んでからまたじっくりとお話をお伺いしていきたいと思うんですが、今日このお時間にお届けする曲、鎌倉さんに選んでいただきました。もし選んだ理由なかったら教えていただいてるんですけど、いかがでしょうね。はい、ケツメイシの曲ですが、はい。はい。3月で卒業式シーズンっていうことで、ちょっとぴったりかなと思って、好きな曲なので選ばせていただきました。はい、ありがとうございます。では1曲お届けしたいと思います。ケツメイシで友よ、この先もずっと。冬眠から目覚めた熊たち、その喜びの音。ベローベアーズファーストアルバム、ついに完成。アコーディオン、ギター、そしてパーカッションが織りなすアコースティックサウンドを存分に堪能できる全10曲好評発売中。ベローベアーズの CD 通販&視聴サイトは栃木イケメンギタリスト、栃木イケメンギタリストで検索。この時間は今からここからお届けしています。Eight Knot Lounge、そして番組応援団の皆様のご提供です。本日の番組応援団です。オーガニック食品とオーガニックデリのララカフェ。福島県食育協会理事、斉藤俊恵さん。高根沢皮膚科クリニック。ワイルドキッチンくまくま&巻き餃子専門店大正堂。おいしいね。楽しいね。嘘をつかない豆腐、国産手作り豆腐の大豆の館。美味しい野菜とこだわりの素材で作る男の手料理、うふふパイプレストデュエ。あなたの日常に音楽を奏でる喜びを。岩崎和弘ギター教室。キャンサーズプロジェクト。心、体、ライフの学びやここかライフ広場。群馬でガンチャが味わえる店、ティールームトパス。以上の皆さんです。いつもありがとうございます。今からここからは皆様のご支援により放送しております。番組スポンサー、個人応援団、随時募集中です。よろしくお願いします。続きまして、医療法人高根沢皮膚科クリニックからのご案内です。あらゆる年齢層やライフスタイルにおける皮膚のお悩みにお答えし、皮膚科として専門性を生かした医療をご提供いたします。高根沢町宝石台でお待ちしております。さあ、ということで改めて本日のゲストの方々をご紹介させていただきます。MASCから徳江さやかさん、そしてサイレントミュージック MG から高橋舞香さん、さらに情報保障ユニットシナモンのメンバー鎌倉博さんです。引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい。なんかいつもこの番組を陰で支えてくださっている、字幕放送してくださっている皆さんと顔を合わせながらお話できるってすごく感慨深いなと思いながら今日番組やってるんですけどちょっとねここから鎌倉さんや高橋さんに舞香さんにご質問なんかいろいろさせていただきたいと思うんですけど、まずこの M プロジェクトに参加されたきっかけなんていうのがあったら教えていただきたいんですけど、鎌倉さんからお伺いしてもよろしいですか？はい、私は高橋さん、舞子さんと別の音楽イベントでちょっと、共通の知り合いがいて、そこでお知り合いになって、うん、で、こちらのラジオ、今こういうのやってるからっていうことでお誘いしていただいて参加しました。それがきっかけですね。普段はどういったご活動をされていらっしゃるんですか？普段はそうですね、文字通訳とか手話通訳、それから、こういう UD トークの編集をやらせていただいたり、あとは、本業はウェブの仕事なんですけれども、そうなんですね。やってますね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。舞香さんからお声かけがあったとき、じゃあ、なんでやってみようと思ったんですか？私、昔から小さい時からラジオがすごく好きだったんです。それで、ラジオにこう関われるし、それで、UD トークの修正ならこう結構やってたので、いいなと思って、それでやらせていただきました。なるほど。それは、やっぱり耳の聞こえの悪い方とも一緒にラジオが楽しめたらいいなって、そうですね。それももちろんありました。はい。なかなか、ラジオでそういうこう同時通訳で文字でっていうのは聞いたことがなかったので、面白いなと思って、それで参加しました。そうですか。毎週毎週ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、舞香さんはいかがですか？ M プロジェクトに何か参加するきっかけみたいなものがあれば。はい、私は、さっき、お話があったんですけど、徳江さんから声をかけていただいて、徳江さんが一番最初にこの番組に出演された時に、こういうのをやってみようじゃないかと、そのお声かけに乗ってくださったっていうことですよね。はい、そうです。なんかこうお声かけいただいた時は、なんかこうどんな思い出というかお受けになったんですか？そうですね。もともとエンターテインメントを、そうですね、聞こえない人も楽しめるようにと思ってて、ラジオって字幕とかないな、ないっていうか、そもそもできないっていうのがあったんですけど、でもどうにかしたいなって思ってたら、徳江さんがやってみるってことで、これはチャンスだっていう感じでしたね。じゃあやっぱり舞香さんも鎌倉さんもラジオに字幕あったらいいんじゃないかっていうのが前からあって、で徳江さんがなんかきっかけをポンと投げた、そこでこう続いてるっていう感じですかね。そうですね。舞香さんも幅広いご活動をされてるかと思うんですけど、M プロジェクト以外ではどんなことを普段されてらっしゃるんですか？そうですね。みつこさんも参加してくれてる夏に、テンポっていうブランドのファッションショーで、字幕を出してるんですけど、はい、それ、テンポ関係で手話通訳をやったり、字幕をやったりとか、あとは何でしょう。あとは先ほどの東京都知事とかですね。はい。他にエンターテインメント、舞台とかでやってくれっていうのが時々あって、それをやったりという感じです。なるほど。舞台とかね、そういうエンターテインメントに関わる情報保障についてご活動されてるってことですよね。はい。ね、私も参加しているのが、プレイフォーピースコレクションって言って、長崎や広島の原爆の記念日にやるんですよね。ファッションショー、そちらに字幕を出すっていうのを活動があって、その時私も遠隔で字幕修正に参加してるんですけど、他にもね、 M プロジェクトのグループの中で、今度こういった会があるんだけれども参加してみないかっていう声かけが時々来るんですよね、徳江さんね。で、全然私の知らない、全く触れたことのないジャンル、で触れたことのない地方、のいろんなその会合とかイベントに字幕を出すということは、その会に参加して聞きながら字幕を出していくんですけど、そのことがとっても勉強になる。その会としての情報だけじゃなくて、こういうことをやっている人がいるんだっていうことがすごく大きい情報になるんです。はい。知らないことがまだまだたくさんあるんだなっていうことですよね。そうですね。これがもう本当に当たり前になっていたらいいなと。そう、みんなが参加するのが当たり前に。そう、その時に私は聞こえるし見えるから当たり前に情報を受け取っているけれども、字幕が出てなかったら手話通訳もついてなかったら、聞こえてない人は知れないっていうことです。その情報を同時に得ることができないっていうことですよね。あとニュースの会見とかも字幕を見ていると思うんですけど、要約されてるんですよ。いらない部分、いらないって誰が判断してるかちょっとわからないですけども、非常に重要な部分を端的に字幕にされていて、全文が字幕で出てないんだっていうことを知ったんですよね。で、大学の講義とかで字幕を使ったりするときに、全文が出ていることが重要だって言って、はい、教授がジョークを言ったりしたときに一緒に笑えることがすごく重要なことなんだ、ね、要約されている情報だけではない大事なことがあるんだっていうのを知って、ああなるほどなって本当思った、自分が当たり前にもらっているものをみんなが当たり前に受け取れなきゃおかしいなってそう思ったんですよね。今日ゲストで出演してくださってるお三人もそれぞれがいろんな形で情報提供してくださってるんですけど、普段こうどんな思いでそういった活動をされていらっしゃるのかっていうことと、これをこうどんなふうに発展させていこうかなとかね、なんかそういったこうどんな願いを持って活動されてるのかなんていうのも教えていただきたいんですけど、いかがでしょう。どなたからとけさんどうですか。すいません、ミュートして聞き入ってました。すいませんでした。はい、いやそれでうなずいてるだけだったんだ。いやちょっと面白かったですよ。鎌倉さん、今回この番組で声かけていただいて、初めてこうやってお話ししてるんですよね、私も。で、まいかさんにももともとの思いがあって、私も不思議だったんですよね。なんで、みんな続けてるんだろう。なるほど、ラジオが好きなのかとか、もともとエンターテイメントってのは分かってたから、まいかさんには声をかけたけど、それにしたってね、毎週毎週ですよ、すごいなっていつも思ってたんですよね。で、こんな多分そういうことなのかなって今聞きながら思っていたのは、こうなんか活動やものが広がっていく時っていうのは、とっても魅力的な人が旗を振って、その人にこうついていくような活動ってあると思うんですね。でそういうのって私見ててすごいなって思って見てることでもあるんですけど、でも今みたいに今の話を聞いて分かるように、もともとの願いがこうみんな思ってた願いに火をつけるような活動、そういうのができたらいいなっていうふうに思いましたね。その強引にもう右向いてた人に左向いてくださいっていうような行動ではなくて、右の先に何か光を見てる人に、あるよね、一緒に行こうよっていうような、そんなような活動が今後もできたらいいなっていうふうに思いながらこの時間を過ごしていました。はい。なんかちょっと漠然とした話なんですけどね。はい。私もそんな気がしますね。ありがとうございます。はい。では続いて鎌倉さん、いかがでしょう。そうですね。なんだろうな。例えば聞こえない方がエンターテインメントの場で同じタイミングで笑えたり、同じタイミングで質問できたり、そういうことが大事だなと思ってて、やっぱりタイムラグがあって、周りの人から遅れてちょっと反応しちゃったりとか、そういうことがあると疎外感っていうか、ちょっと自分が取り残されちゃうみたいな感じがあると思うので、その辺を新しい技術を使ったりして、解消できるんじゃないかなっていうふうには思ってます。で、このラジオもやっぱりそういう役目を少し果たせるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、興味のある方の練習の場としても使えるっていうのが、そうですね。いいですよね、はい、徳江さん。ミュート消していいですよ。ね、毎週やってるからなんとなくこう何やってんだろうとか、ちょっと興味あるから自分も触ってみたいけどなんだかなっていう入り口になるっていうか、そうですよ。ここはもう本当にそういう場所として使わせていただいております。ね、こうなんかこうそれこそ東京都知事のところに初心者をこうぶち込んでとかっていうのはちょっとドキドキするし、お金いただいてる仕事なんでね、ちょっとやりにくいんですけど、ここでみんなで楽しんでる場所があるから、失敗しても大丈夫だよって、実際こうやって見ててもわかるけれども、本当に修正漏れなんか山とあるんですよね。これ今私喋ったりしてるし、でもなんかそこでこうこまごま言わないというか、なんかゼロではないことっていうのを、まあみんながこう楽しんでもらえればいいかなっていう、このゆるっとした空間はありがたいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。マイカさんはいかがですか？はい、そうですね。ちょっと何の話だったか忘れちゃったんですけど。大丈夫です。言いたいこと言ってください。なんだろうな、そうさっき鎌倉さんが言ったその笑いとかもちょっと遅れて。っていうのでちょっと思い出したのは、私が前に、聞こえない人の障害者の就労支援をしていた時に、その会社の新入社員と就労支援所の聞こえない人がこう一緒に話すところで、私が手話通訳をしていて、そこで聞こえる人と聞こえない人が同時に笑ったのを見て、他の支援者がこれがコミュニケーションなんだなって言ってくれたのをすごい思い出したんですけど、そういう場面やっぱり少なくって、その主人が聞こえないんですけど、テレビとか見てても若干ずれたりするんですよね、笑うタイミングとか。そういうのも一緒に笑えるといいなっていうのがありますね。はい。で、あとはやっぱラジオだったり、演劇とかでも、見れるものが少なくって選択肢がないっていうのがあるので、手話なり字幕なり全部について見たいものを見れる選択ができるようになればいいなって思います。そうですよね。ね、徳江さん、昔はね、映画もね、ね、ホラーとか、コメディとかそういうのにね字幕はまずなかったっていうことあったじゃないですか。今はそういうのにも全てのジャンルにつくようになったっていうことがね大きいですよね。だからそうですね、選択肢が狭められてる、固定されてるっていうことが私嫌だって思ったんですよね。自分で病気してその選択を固定されることが嫌だって、そこからここへ私の気持ちっていうのは動いてきてるなって思うんですけど、はい、じゃあ私はこのみつこさんの番組を皮切りにね、宮ラジさまざまな番組に進出していけたらいいかな。あ、本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそです。局長もはい、今局長も拍手の手話ですよ。そうです。もうね、局長が多分単語登録をすべての番組に対してね。なるほど。どうぞ局長、マイクをしてください。どうぞ。よろしくお願いします。はい。あと数分ですけど、数秒。はい。もうね、あっという間の1時間で、本当に時間が足りないなと毎回思いますけど、そんなね、この1時間をいつもだと、字幕で協力してくださっているお三方に、声を届けていただけたっていうのがまた、これも、嬉しい機会でした。本当に5周年記念になりましたけれども、ありがとうございました。またね、どこかでリアルでね、イベントでお会いしたいですよね。そうですね。で、今このお三方のお声、そしてお言葉を聞いてやってみたいなって思った方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。なんか参加の方法とかがあれば最後にちょっと教えていただきたいなと思ったりするんですが、どなたかご案内お願いできますか？でも M プロジェクトに関しては8ノットラウンジのホームページが一応窓口ですよね。こちらにお問い合わせのページがありますので、興味ありますとか言っていただければもちろん OK ですし、徳江さんや舞香さんや鎌倉さんに直接「ちょっとやってみたいですよ」って言っていただいても OK ですよね。そうですね。はい。それぞれがこう窓口みたいなものがあったりしますか？振り分けてください。じゃあ全部美津子さんのところに問い合わせが来て、そこから振り分けてください。はい、じゃあまずはお問い合わせをいただくという感じで、はい。マスクの方にも案内ありますので、イベントにつけたい、字幕つけたいとかっていう時はありますので、川倉さんご指名でとかね、舞香さんご指名でとか、どうぞお問い合わせください。ありがとうございます。本当にあっという間、残り時間わずかになっちゃったので、はい、ちょっとお一人ずつ一言ずついただいてお別れにしましょうか。はい、じゃあ徳江さんからかな。じゃあお願いします。はい、じゃあ今日は貴重な機会を与えてくださいました。ありがとうございました。自分たちの活動を振り返るという機会でもありましたし、貴重な修正者さんとね、お会いできるという機会でもありましたし、そしてこの5周年、ね、今後の宮ラジの、ますますのご発展に、字幕も貢献できればと改めて思う次第でございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。鎌倉さん、いかがでしょう？はい、5周年おめでとうございます。今日は貴重な機会をありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、舞香さんいかがですか？はい、5周年おめでとうございます。はい。はい、興味がある方、ぜひ一文字でも修正していただければと思います。はい。本当ですね。ビギナーこそ M プロジェクトへどうぞですね。はい。楽しいよ。そう、みんなでね、この今お話しされているお三人と仲良く、和気あいあいとやっていただくという感じなので。はい。本当に今日は5周年ということで、M プロジェクトのメンバーの皆さんにズームで参加していただきまして、貴重な機会になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。お祝いのメッセージもたくさんいただいていました。はい。ありがとうございました。エンディング曲が流れ始めています。最後の曲、池田信也のアメイジンググレイスを聴きながらお別れいたします。では最後にタイトルコール、みんなでご一緒にお願いいたします。心、体、健康、きれい情報番組、今からここから。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週お元気で、またラジオでお会いしましょう。